外の空気が吸いたいな。君、付き合ってよ。光秀殿？何？大丈夫ですか？なんだか具合が悪そうですけど。そんなことないよ。そうですか？でも、なんだか顔が青ざめているし、呼吸も苦しいのを抑えてるように見える気が。念のためお熱を。あ、避けないでください。避けるよ。私は平気だから、放っておいてくれるかな。距離を取られてしまった。でも寒くもないのに鳥肌が立っていたような。光秀殿、本当に大丈夫なのだろうか。随分お時間をいただいてしまいましたね。そろそろ失礼します。構わないよ。意外と楽しい時間だった。また兄様に会いにおいで。失礼いたします。姫様、つかぬことを伺いますが、夕刻から光秀様をお見かけになりましたでしょうか。兄様ですか？いいえ、見ていません。そうでしたか。兄様がどうかしましたか？それが、お出かけになるご予定もないのに、ずっとお姿が見えなくて、許可なくお部屋に立ち入ることは許されていないので、どうしようか女房衆で相談していたのです。兄様が？それは心配かも。刺客の件もあったし、何もないとは言い切れない。私、兄様のお部屋を覗いてきますね。まあ、ありがとうございます。姫様ならきっと光秀様もお許しになりますものね。ええ、では何かありましたら呼びますね。兄様、お部屋にいらっしゃらないのですか？兄様、おかしいな。部屋の中から人の気配はするけど返事がない。どうしよう。入ってしまおう。また何かあったのかもしれない。兄様、入りますよ。光秀殿が伏せていらっしゃる。光秀殿、大丈夫ですか？うるさいよ。そのように余儀をかぶったままではお言葉を聞き取れません。お顔を見せてください。うるさいね。放っておいてくれるかい。光秀殿の様子がおかしい。もしや。その申し出は聞けません。君、やめ。光秀殿、熱が終わりですね。大変、すぐにクソ氏を呼んできます。行かないで。光秀殿、手をお離しください。早く薬湯をお飲みにならないと。クソ氏なんて信用できない。薬湯も飲みたくない。伏せているなんて城の者に知られたくない。そんなことおっしゃられても。きちんとクソ氏の手当てを受けないと治りません。そんなことない。寝ていれば治るから、放っておいて。そんな苦しそうな声を出しているのに放っておけません。さあ、クソ氏を呼んできますね。嫌だ。何度言われても嫌なものは嫌だ。誰かを呼びに行くなら手を離さない。言うこと聞きなさい。光秀殿、ダダをこねる子供みたいで、なんだか可愛い。いつもこうだったらもう少しとっつきやすいのに。何？いいえ。では、どなたもお呼びいたしません。
その代わりお眠りになるまでそばに控えていますね。お手も離さずこのように握っていればご安心できましょう。光秀殿、あ、手が。ごめん、嘘、早く出て行って。ただ人は呼ばないように。光秀殿、寝てしまいましたか。君、なんで出て行ったんじゃなかったのかな。お世話の道具を取りに出ただけです。女房衆には入ってこないよう伝えておきました。お糸さんだけには事情を説明して新しい水を用意してもらっています。すぐに準備をして持ってくるとのこと。お糸さんも光秀殿を心配していましたよ。光秀殿、どうして体調を崩されたことを黙っていたのですか。一言かけてくだされば、こんなにひどくなる前に何かできたかもしれないのに。君こそ。え？君の手助けなんていらない。放っておいてほしいと言ったのに。どうして戻ってきたのかな。どうして放っておいてくれない。どうしてって、放っておいたら光秀殿は無理をしかねませんから。困った主ゆえ私が見張らないと。何を言っているのかな。主の言うことを全く聞かない。君こそ困った子だ。至らぬ身で申し訳ありません。お叱りならいかようにも受けます。ですが今はどうあっても主の看病をさせていただきます。黙り込んでしまった。熱がおつらそう。汗もすごい。このままでは体が冷えてしまう。なら光秀殿。なんだい。帯を緩めますね。はい。失礼します。いきなり何を。そのままでは余計に悪くなりますから汗を拭きます。待ちなさい君。大丈夫です。綺麗な布巾と水も持ってきていますから。これで満足かい。もっと優しく拭いて。水が冷たい。そう思えなくもない。君、腕ばかりでなくて背中も拭いてよ。今度は優しすぎる。くすぐったい。今度は痛い。もっといたわりなさい。悪くはないね。でもちょうどよくはない。何かな、その顔は。君は私の配下なんだから、このくらいは当然でしょう。黙って従いなさい。そんなこと知らないよ。こんなことさせるの君が初めてなのだからね。ないね。そもそも物の符は風邪などそう引かないし。どうしたのかな。そうだね、責任を感じるのならもう出て行きなさい。放っておいてほしいと
何度言わせる気かな。寂しい。なるほど、そうか。君、私に頼ってもらえなくて寂しいんだね。慰めてあげる。どうして？勝手に病人扱いしないでくれるかな。気に入らないね。失礼いたします。水をお持ちいたします。失礼いたしました。オイトさん、まずいところを見られてしまった。嫌ですわ、私ったら。慌ててしまって申し訳ございません。ご兄弟なのに艶やかな雰囲気でいらしたから。 いえ、こちらこそ驚かせてしまってごめんなさい。兄様がよろめいてしまって支えきれずに倒れ込んだところなのです。まあ大変。看病の手が必要でしたらいつでも私をお呼びくださいね。ではこちらに軽いお食事を置いておきますので、よければ召し上がってくださいませ、光秀様。お糸さんが素直な人でよかった。あんなところを見られるなんて。あんな、少し距離を取っておこう。何警戒しているのかな。有無を言わさず体を拭かれた私の方が哀れだろうに。けれど看病されるというのは案外悪くはないね。光秀殿、この間の夜襲の時やこういう時こそ私を呼んでください。光秀殿が眠ってしまっている。しかも手握られたまま。もう少しこのままでいて差し上げよう。あれ、光秀殿の看病をしていたはずなのに、私いつの間に部屋に。枕元にふみと包み、なんだろう。いくら兄弟といえど体を拭いたりはしないはず。周囲に正体を知られたくないのであれば行動を慎むよ。また熱がある時の私は本当の私ではないので早く忘れなさい。光秀殿、どんなお顔をしてこの文を書いたのだろう。こっちの包みは絵巻物だ。すごい綺麗。もしかしてお礼？それとも口止めの品？そんなことしなくても誰にも言わないのに。拗ねたり甘えたり、きっと私しか知らない光秀殿なのだろうな。それと熱に浮かされていた時の。いけない、変なことまで思い出してしまった。光秀殿がいきなりあのようなことをするから。あら姫様、もうお部屋にお戻りでしたの？ええ、朝まで共にいたら不自然だから部
部屋まで光秀殿が運んでくださったのだろうか。こんなに早くそう元気になられないはず。ご無理をさせてしまった。あら、どうかされましたか。お顔が赤いようですが、もしかして光秀様のお風邪が移ってしまったのでは。いえ、何でもありません。心配しないでください。そうですか。具合が悪いのでしたらいつでも言ってくださいませね。光秀様も姫様の看病ですっかり体調も元通りのようでやはり光秀様にとって姫様は特別なのですね。そんなことはないと思いますけれど。ありますわ。姫様とお話しするときのように楽しそうな光秀様は見たことありませんもの。本当に素敵なご兄弟ですこと。兄弟ではなくて雇い主と忍びなのだけれど、それにすっかり元通りってそんなはずはないのに。光秀殿、また人前では無理されて。まあいけない。私ったらすっかり話し込んでしまって。それでは失礼いたしますね。光秀殿、今宵はゆっくり休まれるといい。それにしても特別か。どうしてだろう、そう言われて嬉しい自分がいる。光秀殿、これからは無理をする前に一言かけてくれるといい。今回は最後に無理をさせてしまってご迷惑をかけてしまったけれど、私を少しでも役に立つと思ってくれたらとても嬉しい。光秀殿と家康殿、どんなお話をされているのだろう。変化をして話を聞いてみようかな。変化を、よし、変化をしよう。おや、あれは、あ、小鳥さんですね。かわいいな。ええ、そうですね。こちらにおいで、私の小鳥。光秀殿、私だと分かっていてあんなことを。呼ばれたからには行くしかないか。ああ、光秀殿の指に止まった。光秀殿の小鳥だったんですか。いいえ、きっと偶然でしょう。光秀殿は動物に好かれる方なんですね。さすがです。家康殿ほどではありませんよ。そのような、好かれていれば嬉しいですけど。ああ、それにしても愛らしいですね、この尾のあたりとか。わ、くすぐったい。家康殿、突然触れると小鳥も驚いてしまいますよ。あ、そうですね。小鳥さん、驚かせて申し訳ありません。いえ、大丈夫です。ではそろそろ。ああ、お雪。結局お二人が何を話していたのかはよくわからなかった。さて、そろそろ別の場所に行こう。安土に潜入してからもう何日になるだろう。光秀殿に初めて会った夜にいただいた忍び装束も今ではだいぶ着慣れた気がする。君には消えてもらう。空気が一瞬で変わった。光秀殿にごまかしは通じない。承知いたしました。なんだろう、熱心にこちらを見つめていらっしゃるけれど、あの、何か。なるほど、変化の術も万能ではないらしいね。ほら、
羽を切りつけたあたり、衣がズタズタに裂けてしまっている。これは後々参考になりそうだ。まさか面白がられている？大切な忍び装束がダメになってしまったのに。そう不満そうな顔をしないで。替えの衣装をいくつか用意しておくから、その中から好きに選ぶといいよ。心得ました。反応薄いね君。普通の娘なら喜ぶところだけれど、忍びは皆そういうものなのかい？すみません、たとえ急遽揃えられたものだとしても替えはありがたかったな。南蛮の衣装も混ざっていたり、本当に適当に選ばれたようだったけれど。ん？外に気配が。兄様？ああ、私一人だ。入るよ。どこかへ行く予定だったのかな？いえ、特にまだ決めていませんでしたが。なら、ちょうどよかった。この包みは一体？また飾りや着物が届いたから持ってきたんだよ。そんな、こんなにたくさん？君の趣味なんか知らないから、適当に選んでいたらこの量になってしまってね。それはありがとうございます。ですが姫としての装いようでしたら、すでにいただいているもので十分でしたのに。それに今の衣装だって光秀殿にご用意していただいたものですし。光秀殿？手。え？手を出しなさい。わかりました。あげる。これは会見ですか？ああ、帰京用にですね。確か武家の姫は会見を持つものだとか。違う。それは本来の君への贈り物だよ。本来のって、つまりこれは姫ではなくて私への贈り物ということ？確かに姫への贈り物と違って色も落ち着いているし、忍びの時に身につけても自然だ。でもどこか綺麗で私の好みでもある。ありがとうございます。光秀殿？いや、あれほどの装飾品より会見一つの方を喜ばれるなんて変わった子だと思ってね。それは確かに着物もありがたいですが、全て帰京任務のためのものですから。そして会見は君を思って選んだものだ。私の懐刀にね。え、さてこんな夜中に長居していると何を噂されるやら。そろそろ失礼するよ。はい。その光秀殿のお気持ちも贈り物も本当に嬉しかったです。ありがとうございました。きっと大切にしますね。会見をそれほど喜ばれるとは思わなかった。また送るよ。姫でなく忍びに似合いのものを見つけたらね。ではおやすみ。光秀殿、私のためだけにこの会見を。姫でも他の誰でもない、私自身を持って選んでくださった贈り物か。どうしよう、すごく嬉しい。